ハイサイ世界のウチナンチュの皆様中ウカナビラ沖縄県政策調整官の島袋です昨年日本時間の10月31日未明に発生した火災によりシリジョウ西電や北電 南点といった八つの建物が全焼するなど、大きな被害を受けました。私は焼け落ちる首里城の姿を目の当たりにして、何とも家の衝撃を受け。いかんともしがたい喪失感に襲われたことを鮮明に覚えております。しかしながら、その直後から、大きな大きな勇気と希望の波が絶え間なく打ち寄せ。 沖縄の先人たちが数々の困難を乗り越えてきた内魂を思い出させてくれましたその波とは国内外から届いた沖縄への思いの声特にいち早く声をお寄せいただいた世界の内チ中の皆様でしたまるで皆様のご近所の出来事かのように 首里城は自分ののの人生のアルバムの中にある場所私たちの心の中にある首里城は沖縄のシンボル世界のアイコンであり世界の内南寺の誇りなど遠いふるさと沖縄と悲しみを分かち合うとともにこのまま負けてはいらないと今は前を向いている。 世界に羽ばたくうちなんちの心意気で頑張ろうのお言葉やいち早く募金活動等を行い手里上復元にお力をいたいただいたことは私たちの気持ちを大いに振り立たせてくれましたこの場を借りて改めてお礼を申し上げたいと思いますさて手里上の復元は 日本政府が中心となり沖縄県とともに取り組んでいるところです復元工事については国営沖縄記念公園事務所長の森口様から具体的なお話があると思います私からは故郷さと沖縄のシンボルであり大きな誇りである首里城を再び蘇り出せ 新たな沖縄の発展につなげていくための取り組みについてご紹介いたします首里城は約600年前の創建からこれまで4度消失・破壊されながらもその都度再建・復元されました太平洋戦争で破壊された首里城の再建については1973年に 首里城復元規制会が発足し復元に対する機運が盛り上がる中1992年日本政府によって静殿を含む主要施設が復元されました2000年の G7 先進国首脳会合九州沖縄サミットでは首里城で夕食会が開催されその姿が 世界に発信されましたまたユネスコの世界遺産としても登録され沖縄の誇るべき歴史文化の象徴として世界に認められましたそして30年の時を経て2019年2月には首里城公園内のすべてのエリアが一般公開され 内南中の心の拠りどころとなった矢先の首里城小室でした今回の復元について日本政府は国営公園事業として2024年までに首里城正殿を復元するスケジュールを発表し順調に進んでいるところです。また沖縄県では首里城に象徴される 19の歴史文化の復興を沖縄振興につなげるため2020年4月に9つの項目からなる首里城復興基本方針を発表し取り組んでおります取り組みの一部をご紹介しますとユネスコの世界遺産にも登録されているかつての首里城聖殿の跡や 現在の復元状況を見学できるよう日本政府と連携して取り組み公開するなど見せる復興を積極的に進めております。また火災で破損した赤瓦を活用する取り組みを募集し県内外から19のアイデアを採択し破損瓦を利用した花壇の製作や シーサー作りなど、首里,里城への思いを多くの方が分かち合うイベントが行われております。さらに首里城内に展示施設を整備するとともに、火災から1年を迎え、空手の演武会等のイベントを関係者と一体となって開催いたします。皆様からお預かりしている寄付金については。 1> 第1弾の取り組みとして首里城正殿の主要な箇所に使用する木材の調達に活用いたします。さらに第2弾第3弾として赤瓦の製造調達や変額等の文化財の制作など有効に活用していきたいと思います。また 首里城火災に係る再発防止検討委員会を設置し必要な対策の検討を進め取り組みを強化しているところですところで首里城には沖縄戦の跡が残り特に日本軍の司令部があったことから地下には業が築かれ近年その歴史的価値が再認識されているところです。 豪の保存公開に関する検討委員会を設置し平和発信のあり方について検討していきたいと考えております以上取り組みをご紹介しましたがこれらを取りまとめた基本計画を2021年の3月をめどに策定する予定であります現在有識者懇談会を開催し専門家のご意見を お聞きしているところでありますこれらに加えて国内外から多くの声をお聞きしながら基本計画を取りまとめていきたいと考えております世界中で新型コロナウイルス感染症が猛威を振るう中首里城の復興が皆様の希望となるようこれからもしっかりと取り組んでまいります さて PR になりますが沖縄県では手裏城をキーワードにツイッターや手裏城復興サイトで情報を発信しておりますぜひご覧ください最後に手裏城がふるさと沖縄と世界の内南中の絆をさらに強めることを期待するとともに皆様のますますのご健勝と ご発展を記念いたします。ユタサルグツウニゲサビラ一平二平デビタン。